今朝仙台空港に到着したマイナビ仙台レディース。空港には新外国人選手らを含む選手17人が集合し、キャンプ出発を前に行われた壮行式では、新キャプテンの國武愛美選手が今シーズンへの決意を述べました。上位3位以内に食い込むというチーム目標、それ以上のものを求めていけるよう、この2週間のキャンプで強いチームを作っていきます。なでしこの勢いをぜひウィニングで、我々もですね、日向の勢いをなんとか少しでもいただいて頑張っていきたいなというふうに思っています。現在行われているワールドカップでは、宮澤ひなた選手が活躍を見せているマイナビ仙台。チームは今月26日に始まる B リーグカップ戦に向け、およそ2週間にわたり北海道でチーム力を育みます。